皆様こんにちは宇宙語チャンネルのヤンガスです今回のテーマは岩永姫についてで9月のね第4金曜日にスピリチュアルテレビでは私担当分の放送をしたけど録画が後半部分がうまくいってなかったので岩永姫についてのお話が全くね はい、録画されてなくて YouTube に上がってないのでそのお話をしますそれで岩永姫というのは全然スポットライトを浴びていなくて封印された神様女神様ですねでどういう女神様かというと天孫ニニギのミコがね天下ってきてで結婚するわけですねでその結婚した相手が この花咲夜姫という女神様で大山角みの神の娘なんだけどねそれでその時に実は大山積みの神がこの花咲夜姫とプラスしてお姉さんのね岩永姫も一緒にどうぞっていうことでねお妃にどうぞっていうことで提案したんですけどににぎのみことが 断ってしまって、なんか気にお気に召さなかったみたいでで。それで大山泉の神が怒ってニニギのミコに呪詛をかけたと言われているんだけど。天津神の巫子の御命はこの花が咲くごとくまさん。まえ、あ、どういうことかって言うと。ね、天津神の巫子の命は桜の花がねち。散ってしまうように短くなります。よっていう呪詛をかけた。 で、これはどういうことかというと、要は、昔はね、旧約聖書とかも見ればわかるんですけど、寿命がすごーい長かった。もう500年とか当たり前で、下手したら1000年近くとかね。でもそれだと、なんていうのかな、もう、みんな覚醒しちゃうし、のんびりしちゃうし、そんな、なんていうのかな、急いで、なんていうのなん、こんな、急いであれこれしなくても、まあ、ゆったりとやってればいいし、どうせ、 魂っていうのは永遠だしみたいなことがなってしまうと物質の開発とかそっちの方がおろそかになってしまうので一旦ね寿命を100歳とかに短くしてすぐ死んじゃうようにして再生転生を早くしてっていうのを大昔やったらね実はそれはもう国と子たちの時にそれやったので国と子たちと。 大山積みののっていうのが親友で、まあ、僕の過去生でもあるんですけど、まあ、それで仲良くて、うん、要は人間たちの遺伝子をいじくって宇宙人からね宇宙から転生をしてこれるように、まあ、いろんな宇宙人が関わって、ね、いるんだけどそれの時に「プレアデス」っていうのはその昔もう10万年ぐらい前だよね初期の頃に関わってたっていうことがあるんだけどね。 それで今までずっと人間の寿命が短くなって再生転生をねたくさんして魂の経験を積んできたんだけどこれからはまあ私がいつも言っているように進化の系統が変わって人間自体の進化,進化が変わってきて今までは炭素という DNA では炭素というあらゆる生き物が炭素がベースの DNA ですがそれがケイ素というね水晶とか ガラスとかそっちの方になっちゃうのねなので「でケイソ」っていうのは CPU のチップが実はケイソなので CPU の、ね、ことをねまあなんていうのか2の言葉で言うと「石」と言います CPU のこと「石」で「岩長姫」っていうのは岩の「岩のように長くあれ」というね寿命が岩のように長くあれっていうことでお祝いで「 そういうい言葉をかけけたんだけど逆にね桜の花が散るごとく、ね、命が短くなるみたいな10層になったっていうけど要はまあ物質を開発するためにもう人間の寿命を短くして魂も経験を積ませるために短くしたっていうことなんだけど要は遺伝子を組み替えたっていうことなのね。それが今度そのケイ数に変わることによって大きく変わって。 寿命がまた長くなって,いきますっていうお話でした。岩永姫の復活についてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。